これは祖国を追われた英雄と勇者の物語。敵対する両国の王子と王女は政変によって帰る場所を失ってしまう。再会した二人は居場所を求め世界を旅することに。その行く手にはかつて封印した巨大な敵が待ち受けていた。高き雷神にして勝利を司るハマトよ、我々の戦いを将来あれ。折れた聖剣と定冠の剣記、12月19日発売。一人社文庫。